ちが勝つか。後方なって第4レースチャレンジ予選最終組スタートです。1番の橋本ルーラが前を取るか、外から6番長澤和道も並んでいきます。先頭員の後ろ2人並んで、内側潜り込んで4番の森山正明も少し様子を伺いましたが、6番の長澤君も下げまして、2番手に森山選手、1番の橋本が前を取り切りました。これを確認して2番の水木が上がってまいりました。後方からは3番の吉田、7番の原、九州でも上がってまいります。中部近畿は後ろ攻めとなって3社となった九州が中団となります。隊列の方が2対3対2と徐々に固まってまいります。岡山のルーキー1番の橋本ルータ、人気の中心正攻法であります。2周回目に入りました。直前の滝尾でデビュー初優勝、完全優勝で飾っています。バック7本、番手は2番コーチの水木博明です。8月の滝尾の初日と最終日2度連携しています。2番の水木、その滝尾の開催では決勝に勝ち上がっています。3番手から3番の熊本ルーキーの吉田佐藤です。直前の名古屋では2勝をマーク、バック10本を持っています。番手は佐賀の大ベテラン7番の原啓二、ラインの3番手を復帰2場所目、4番福岡の森山正明に固めます。6番手後ろ詰め、5番車岐阜の伊藤義弘、バック8を持っています。4コーナー動き始めた。番手は6番の長澤和道、中部近畿の2人が本戦の橋本ラインを抑えます。打賞の周回、1番橋本はすんなりと下げた。3周回センター5番の伊藤の上から3番の吉田佐藤が抑えます。3者の厚みをフルに活かすか。下げて6番で1番の橋本はジャンマイから前期戦グイッと踏み込んで叩き返して打賞。1番の橋本叩き返して先行、3番の吉田は3番で、5番の伊藤6番手と結局は初手の位置に戻っています。1番の橋本叩き返して先行、まだ流している。同期3番の吉田は3番で、5番手の車間を少し上げた5番の伊藤は6番手です。最終回も1本ボーラー、1番の橋本先行、1番橋本先行、2番の美月、3番の吉田、3番手、7番の原、4番の森山、5番の伊藤がバック、6番手がまくり上げます。4番、7番の原が少しこれは離れかけています。6番手から5番の伊藤のまくり、現在4番と収まる形か。3番手から3番の吉田、外持ち出して4コーナーが直線。1番、橋本先頭、橋本先頭、1番、橋本、堂々と逃げ切ってゴール。1番、2番、3番に入着、岡山のルーキー、橋本亮太。叩き返して2車でもキックのいいレースを見せた橋本亮太、逃げ切り勝ち。番手2番の水木が2番手、3番と収まった吉田悟も流れ込みいっぱいでありました。打賞を過ぎたところでは初手の位置に戻る形となりました。1番、2番、3番目入着です。橋本亮太、水木博明、吉田悟、審判の決定をお待ちください。